東京スインゴ AK45 ズウーリッツァリミックス聞いてください。岐阜で生まれ育ち、大阪でヒップホップと仲間に出会い夢を見る。何かを追いかけ高速バスに飛び乗った田舎者がこの街へ、背伸びして時につまずいて、2013年9月17日またマイクの前に立っている。ここ東京で、月日は流れ、この街に来て10年、ルキだった俺らもいつの間にか中堅。山の手線の内回り外回りが映写機のように映す状況物語。あの日渋谷の人混みにため息、でかいカバン背負って向かう朝ベイジ。なぜだか何度もショックしつい嫌になっちゃうな、やっぱりホームシック。 Oh 栄え帰るのもあり、もういっそ岐阜でのどかにドライな風しか感じねえんだ。なのに汗ばむ満員電車、けどちょっと誤解してたみたい。この街なりの優しさを理解、土足で上がってよ世界はよそ、違うノリ持ってんだそれぞれの故郷。戦うためリセットするため、働くためまたは欲望につられ、夢と現実のジャムセッションが響いて夜空に生み出す幻想。でかいビルに見下ろされる前は何を見る、気を抜けまいこう、この道はもう通れないの。希望と絶望がここじゃないか、よく愛知は大部で生まれた男は何かを探して西を目指した。そこで見つけたものは探してたものとは違っていたが、男は夢を見た。膨れ上がる夢を見続けるためにトラックに荷物を詰め込んでこの街へ。ここに来れば何かがあると信じて、何かが変わると信じて、また今日もビートを叩いてリリックを書いてる。何年住んでも俺の街とは呼ばせてはくれない、ここ東京。地元の倍高い家賃支払い続けてるってのにこれマジ、それでも俺はここでラップする、ラップする。お前の耳へとまっすぐまっすぐ、ラップのラの字も知らないあいつらにも届くよ、ツバ飛ばしラップする。テレビで見たあの交差点、浮かれた田舎者のポーカーフェイス、 iPhone からはラジオのポッドキャスト、灰色の景色とのコントラスト、超やべえなんてことばかりて、でら寂しいが本当バカみて、ここにはここの俺がいて、ここでは終わらないストーリーを描いてる。全てがあるこの街で何もない奴らの夢がまた弾ける。眠らない街で眠れない夜に、この街よりビッグな夢を見る。でかいビルに見下ろされる前は何を見る、気を抜けまいこう、この道はもう通れないの。TOKYO
ロマンクルー、 Yeah. アルバムを持ってきてくれています。はい、はい、リリースは実はまあ明日っていうか、まあ30日明けて、まあ今日ですけどね、はい、になるんですが、もう手に取ってる人はいるんだよね。そうですね、うん、あと iTunes ももう12時回ったら買えるようになる。そっかそっか、うん、はい、それでもうじっくり聞いてる人もいると思いますが、ラジコメディニューアルバムから今お送りしたのは東京のリミックスなんですけど、これは今ファイルレコーズのオンラインショップでトラジコメディを手に入れると、そうです、特典としてついていきます、うん、はい、はい、なのでちょっとあまりにもかっこよすぎたので、ぜひともちょっとラジオで皆さんに聞いてほしいなと思いまして、はい、ね、ちょっと特別にお送りしましたけども、アルバムの中では私はこの東京からまた後半がちょっと違う感じに聞こえてきたなと思って、うん、うんうん、そうですね、うん、そう、私ね、自分がツイートしたのちょっと今見たロマンクルーのニューアルバムトラジコメディは、はっきり言って期待のさらに上の上を行く物語です。飛び出してくる音とラップが眩しい、素晴らしいったらない。これ深夜に聞いてつぶやいて、で昼間聞いたんだよね。で本当に名盤、うん、ちょうだいちょうだいもうちょっとちょうだい本当にね、飛び出してくるっていうか、なんかこう見えてくるっていうの、とても不思議な。でもこういうアルバムってロマンクルーにしか作れないなと思った。嬉しいですね、うん、飛び出すって、その、まあ、飛び出すラップっていう曲もありますが、うんうん、全体的にそうやって飛び出すって言ってもらう表現は、うん、なんとなくその僕らも分かるなって気が、うんうん、やっぱり言葉自体がスッとこう入ってくるみたいな、うん、でそこにやっぱテーマがしっかりとあって、うん、一つずつ楽しんでもこう粒立っているっていうかね、あ、うん、なんか うんそういう感じは僕もして、そういうのがやっぱロマンクルらしさの、うん、やっぱり研ぎ澄まされた今、うん、この4枚目かなと思うので、うん、はい、そのらしさって今ロマンクルって何年結成とか、はい、動き出してから、動き出してから、うん、おのおのこうふわっと一緒になっていったので、うんうん、14とか15とかありきとかそれぐらいですね、はい、そうだよね、うん、なんかそのやってきてる中でそのロマンクルーらしさっていうのって、もういろんなとこで、まあ、まず最初さ、私なんか知ったのってやっぱライムスターの、ね、うん、紳士同盟で、あ、こういう人たちいるんだ、すごいなんかジェントルマンな人たちと思ったら、うん、まあそれがなんか一番最初ロマンクルーらしさなのかなと思って、うん、さらまた全然違うさ、らしさが見えてきたりとか、うん、で私虹の交差点なんかやっぱ未だに名曲だと思うんだけど、とかで、あ、こういうのがらしさかなって、たくさんのらしさがあった中で、うん、引きこもごもいろんなことがあって、今本当にらしさここにあるなと思そう、うん、いや、それですね、それです、本当に、うん、徳能なんかどう、やっぱその DJ として、はい、ラップを繰り出す2人とはまた違うロマンクルーの見え方とからしさとか感じるとこあると思うんだけれども。そうですね、まあ、今回に関しては、うん、やっぱ証券が抜けてっていうのが結構大きくて、うん、証券がいるときはやっぱりそのダンディーなとこだったりとか、うん、そういう魅力が出てたと思うんですけど、うん、まあ、いなくなってこの2人のちょっと、うん、まあ、よりヒップホップなとこというか、うん、がアルバムに出たかなと思うんですよね、うんうん、その辺は今回僕あんまり曲作ってないんですけど、うん、普通にレコーディングとか聞いてて、うん、まあ、こういうアプローチするんだとか、うんうん、面白かったですね、聞いてて。 そうだね、うん、それは本当にこの2人だけしかできないよね、うん、そうですね、うん、もう一個ちょっと面白さで言っちゃうと、レバニラっていう曲出た出た、え、出たって俺一押しなんですよ。いや、これはね、これこそ本当、うん、Mラスターとアリキックじゃないとこうねならないっていうか、そうですか、もう最高の最後までもうなんか楽しませてもらう。あら、このまあレバニラ今後ろでかかってますが、うん、まあ、レバニラってタイトルからね、うん、何なんだと、まあ、結構ね、初期段階から僕はプレゼンしてたんですよ、うん、レバニラって、うん、レバーニーズラブだっつって、うん、酒の歌歌おうぜって言って無視され続け、うん、1年ぐらい無視され続け、うん、で違うビートにサビ作って、うん、歌物のサビ作ってレバニラ、うん、これどうっつってサビ乗っけて聞かしたり、うん、して無視され続け、うん、でやっと最終的に入ったんですよ、うん、これが、うん、そうなんだ、はい、苦労がね、うん、1年分の苦労が詰まってるんですよ、ここ、うん、はい、その一押したるゆえはなぜなの、なぜそんなにこれをと思ったの。くだらないっしょくだらないよね、くだらないですよね、うん、あとアリキックは結構お酒好きで、うん、普段よりもね、うん、お酒飲むといいバイブスがこう出てくるんですよ、うんうん、だから結構お酒の
曲は今までなかったので、うん、まあこのタイミングでっていうこともあり、うん、まあ面白いのができたかなと思いますよね、うんうん、でもさヒップホップってやっぱそのお酒の曲って、うんあって楽しいよね。そうですね、うん。うん、やっぱりね。今までだってやっぱほらね、マスターピースいっぱい生まれてるじゃん。日本ももちろん海外もだけども、うんうん、そこあってなんぼみたいな、うん、そこを楽しむっていうのがやっぱヒップホップだから、あー来たなと思う。そうですね、うん。確かに。今までの僕らだったら作ってないかもしれないですね。うんうん、確かに。このタイミングだったかもしれない。あでもこういうひねくれ具合ですよね。うん、そうそうそう、ね、ひねくれ具合。うんうん、テキーラジンのヘニーとか言わずに、うんうん、レバニーズ、うん、ラハブって言っちゃうところが、うん、僕ららしさですか ね, ね。でもね、そのね、レバニーズラブ、レバニーラーはもう一曲、OYMRJ っていうところも、なんかそのひねりっていうか。ひねくれ具合だね。うん、あの、あれだね、前のアルバムの、45395みたいななんか感じの。うん発想的にはね。そうそうそう、そう、はい。うん。あ、なんかさすがだなっていう。うん。ひねってますね。あの、体操のあの子ぐらいひねってますね。あ、体操のあの子床のスペシャリストのあの子ぐらいひねってますよ。そういうひねり、はい、ひねりまくってますね。でも、そういう意味じゃあれじゃないですか。金メダル級なんじゃないですか。ですね。うん、ちょうだいちょうだい。